で今日はね、はい、そのアカデミー賞を取ったスラムドッグミリオネアの監督が、はい、最新作をまあ作ったということで、127時間って何ですか、はい、これ。あれ、スラムドッグミリオネアはご覧になってますか。見ましたよ僕は。見てない。はいはい。もうね、いつもね、こういうこと言うと映画ファンに怒られるんですけど。いやいや、もういいです。もう、はい。はい、諦めました。はい。スラムドッグミリオネアはものすごい長い時間をこう描いてる映画なんですね。はい。はいはいはい。ダニー・ボイルは。それを、なんていうか、ものすごく凝縮してるん で、うん、で、しかも、その、インド映画って普通3時間、4時間あるやつなんですけど、あるんですけど、うん、これ普通のアメリカ映画と同じぐらいで2時間ぐらいしてるんで、うん、ものすごい圧縮度なんですよね。全キャストがインド人だったんですよね。うん、そうなんです。スタッフもインド人です、はい、で監督とシナリオライターとお金出した人だけイギリス人 で、はい、でそのものすごく圧縮した映画だったんですけども、はい、今回は127時間を、うん、その1時間半にしてるんですね、そんな短いの。1時間半なんですか。2時間ぐらいなんです、2時間ないんですよ、127時間はこれど実際にあったことなんですよね。この127時間っていうのが、くせ者なんですけども、うん、これね、まあ6日間の出来事なんですけどもね、はい、これ奇跡の6日間っていうタイトルでもうすでに日本で本が出て結構売れたんで、はい、アメリカで40万部のベストセラーになったんで、うん、内容全部知ってる人がいる、アメリカは多いんですよ。ほとんどの人は知ってる事件なんですね。はいはいはい。有名な事件だと。はい。すごい有名な事件、テレビに出まくった事件なんですけども、はい、その事件の当事者が。はい、これね、2003年に、の4月にですね、当時27歳の登山家っていうかね、まあ、冒険家の本職はエンジニアの人なんですけども、うん、そう暇になるとそのアウトドア行ってる人がいてですね、うんうん、その人は名前がアーロン・ラルストンっていう人なんですが、うん、その人が夜中に突然思い立ってですね、夜中ですよ、うん、車でバーンとロサンゼルスからぶっ飛ばして、うん、ユタのですね、うん、ブルーンジョンキャニオンっていうところに入ってくるんですよ。はいはいはい。でユタって国立公園がいっぱいあるんですけど、はい、ちょっとご存知かなと思うんですが、うん、いわゆる赤い色のですね、うん、巨大な岩がいっぱいあるところなんですよ。で地層がこう見えてて、そのもうなんていうか、何十万年も何百万年も前から、うん、そのあまりその変わってないような景色がね、うん、でこう巨大な岩に時々亀裂があってですね、うん、その亀裂に雨水が染み込んで、うん、そこを浸食していって細い細いですね、うん、なんていうか、断崖みたいになってるんですよ。断崖っていうかね、なんていうかな、うん、これね、写真送ったんですけど、手元にありませんか。はいはい、なんかね、もう いわゆるこう岩と岩の隙間みたいな、まあ、断崖絶壁ですよね。だけどこう挟まれる感じですよね。クレバスみたいな感じですね。そうそうそう。そうそう、クレバスみたいになってるんですよ、岩と岩がね。でこのもうその地域全体が巨大な岩なんですけど、そこにちょっと入った亀裂がそういう風になってるんですが、でそのキャニオン、まあ、渓谷と言われてるんですけども、雨が降らないとこなんで、雨が降った時だけそこはなんていうか渓谷になるわけですよ。水が流れてね、はい、なるほど。でそれを登っていくその間をですね、チムニーっていう山登り用法があるんですけども、うん、体を突っ張らせて、うん、その狭いその岩壁の間をこう突っ張って移動していくっていうテクニックがあるんですよ、うん、山登りでね、はい、でそれを使ってずっとそのなんていうか岩壁の間をキャニオンの間を抜けていくキャニオニングっていうね、スポーツをやりに行くんですよ、うん、彼は。それは言ってみればあれかしら、両手両足を双方の壁につきながらこう歩いていく感じですよね。そうそうなんです。自分の股の下がものすごい深い谷になってる感じですか。そうそうそう、股でやると大変なんでね、背中と足で突っ張る感じでやる場合が多いんですけども。あ、そうすると自分のじゃ膝の裏の下が谷間になってる感じなのか。そうそうそう、そんな感じです。そんな感じ、そんな感じです。ただしこの深さっていうのがもう恐ろしいなんてもんじゃないですよね。すごい深いですよ。気に立った。で、雨が降るとその下川になるんですけどもね。で、普通ね、キャニオニングっていうのは渓谷、いわゆる沢登りのことを言うんですけれども、はい、このユタの地域ではキャニオニングっていうのはその、なんていうか、隙間に入っていくことなんですよね。うん、それだ、ユタ特有なんですけども、それで遊んでたらですね、はい、岩が落っこってきたんですよ、このアーロン君のところに。はい、それがね、500キロもある巨大な岩がですね、うん、その隙間で遊んでるところに落っこってくるんですよ、うん、で右手首を挟まれちゃうんですね。その岩がガコンって入るんですけど、その隙間にね、はいはい、こう隙間を塞ぐ形でガーンって入るんですが、その時にアーロン君の右手が挟まっちゃうんですよ。なんかね、その写真も送られてきてるんですけど、本当にがっちり挟まれちゃって、うん、これ自分でどうにも取れない感じですよね。これ
ね、アーロン君が自分で撮った写真ですよ、はい、そうなの、はい、左手挟まれながら右手で撮った写真、なんか不幸中の幸いにも見えますよね、これで顔とかね体じゃなかったのはね、でもこれ撮れないんです、そう頭とかだったら大変だったんですけどね、大変ですよね、はい、でそれね、あのデジカメで持ってこう挟まれてる状態で自分で写真撮ってるんですけども、はい、でこの映画はそのもう映画のもう始まってすぐぐらいで挟まれちゃうんですよ、うん、ほう、予告編見るともうやはじ挟まれたところから映画始まるようなもんなんで、なんかでもチャラ男がなんかナンパしてるような予告編に見えたけど、あそうそう最初、うん、こうチャラ男でね結構ね、うん、チャラチャラとあのハイキングしてる女の子をナンパするんですけども、でそれは伏線になってるんですよちょっと、ほう、あのチムニーでほらずっとあの隙間の女の子と一緒に遊ぶシーンが始まってるから、はいはいはい、遊ぶシーンがあるから、うん、でどうなるかって言ってこういうことになっちゃうわけで挟まれちゃうんですよ、うん、彼は、うんね、うん、それでこれでね怖いのはね、うん、彼はまずね水を水筒に一杯しか持ってきてないんですよ、うん、で携帯電話を持ってきてないんですよ、じゃあ救助呼べないですね、そうなんですよ、はい、で食べ物もちょっとしたハイキングの食べ物しか持ってきてないんですよ、うん、で一番恐ろしいのは、うん、このハイキングコースに入るときに、はい、アメリカってハイキング日本もそうですけどハイキングコースに入るところノートがあるんですよ、ノート、うん、ノートがあって、はい、このハイキングコースに入りましたよって名前と電話番号書いておくんですよ、あそうすると後から分かるからね、そうそう、それも書いてないんですよ、あじゃあ誰も気づかないんだ、気づかない、しかもね彼女に振られたばっかりで一人暮らしだったんで、うん、誰にも言わないで来ちゃったんですよ。わあ、山奥に、うん。それで挟まれちゃったら偶然誰か通りかかるのを待つしかないわけですかね。と思うでしょ。うん、実はこれ普通にハイカーが歩いてるその道からですね、うん、10マイルぐらい離れてるんですよ。ねえ、10マイル。すごい奥地に入っちゃった。だからもう何十キロ離れてるってこと。何十キロ離れてるんで、うん、声かけても、うん、もう誰も通らないんですよ近くを。うん、すごい。絶対絶命だこれ、うん、夢に出そうですね、絶対絶命の状態に入る、はい、なるんですよ、でそれをそのが127時間なんですよ、こういう閉じ込められた時間なんですよ、でも出てきたから、まあ、あの話がみんなに伝わったわけですよ ね127時間って時間が分かってるってことは出られたってことですけどもね、そうですよね、うん、それはね、うん、ただどうやって出たかっていうことなんですよね、うん、でいろいろ彼は、まあ、まずそのどういうふうに出るかというと、まず荷物どんなものがあるかって自分でリュックの中探すんですけども、はい、それでね、出てきたのはね、こうなんていうかね、ペンチっていうかね、プライヤーっていうんですけども、はい、このちっちゃいペンチにいっぱいナイフとか爪研ぎとかが入ってるやつなんですよ、なんか7つ道具みたいなありますよね、7つ道具みたいな、ピッピッピッと扇形に広がるやつ、そうそうそう、はい、で彼でもこれ持ってくるつもりがあって持ってきたんじゃなくて、懐中電灯を買ったらおまけでついてきたやつなんですよ、なんかもう頼りないですね、頼りないんですよ、でそこにナイフがついてるから、はい、その岩を削り始めるんですよ彼は、まずちっちゃいナイフでしょ、じゃあそう、このナイフでね、僕もたまたまそれと全く同じものを持ってるんですけど、はい、これでこう削るんですね、刃渡りでいうと何センチぐらいですか、刃渡りでね、わずか3センチぐらいしかない。そんなもんですか？それで言い訳するのは無理ですよね。一応それしかないから削り始めるんですけど、途中で気づくんですけど、これ岩がね、500キロぐらいあるんで、削った分だけどんどん降りてきて食い込む一方なんですよ。うわぁ。ああ、削っても削っても食い込んでくるんだ。食い込んでいくんですよ。それでもう一つ彼考えたのは、それでね、腕を挟まれた状態でもってね、足元がね、ほとんどなんていうか、なんていうか、つま先立ちみたいな感じになってて、全然ついてないんですよ。よくそれで5日間。だから眠れないから、うん、彼はロッククライミングもやるんで、ロープがあるんですよ、ロッククライミングのロープが。うんうん、はい、で、ロープを上の方の岩にこう投げて引っ掛けて、自分の体をそのロープでお尻のところに引っ掛けて、ロープで縛り付ける形で岩にね、うん、それで眠るんですよ。いやー、命、本当に命がけ。すごいでしょ。で、それで気がついたのは、このロープを上に引っ掛けられたってことは、これを利用してロープをその岩にぐるっと回して持ち上げられるんじゃないかと思うんですよ。500キロの岩を。そう。はあ。でもこれはね、これは無理ですよ。うん、500キロの重さがなければ持ち上げられないわけですよ、500キロの岩は。ね、これは学校で習いましたけどね。はい、だからこれ持ち上がらないんですね。うん、それで、じゃああとはどうするか。
もう一つチャンスがあるとしたら雨が降ればチャンスですね。おあ、滑りが良くなるから。雨が降るとここの渓谷は完全に水没するんですよ。はい、ははは。水没すれば、はい、岩は体積の分だけ軽くなりますから、はあ、持ち上がるはずですね。まあ、はい、でも自分もね、下手したら溺死してしまうかもしれない。溺死しますね。はい、はい、てか雨降るかどうかって問題もあるんですよ。そうですね。はい、でまあいろんなことを考えるんですけど、そのうちにね、結局水がなくなってくるんですよ。うん、水筒一本ですもんね。水筒一本だから、うん、でとうとうなくなったんで、今度はまあ、あのおしっこを飲むんですけども、はい、それもだんだん量が減ってくるんですね、循環していくうちに。それそうですね、循環してるだけですもんね。はい、それ食べ物もないし、あの塩もないから、うん、血糖値も下がるし、血液中の塩分も下がっちゃうんですよ。あ、危険。そうするともう脳とか異常な状態になってきて、どんどん幻覚を見出すんですね。で絶えず誰かが近くを通り過ぎるような気がするんです、気配が。そう願ってるから。幻覚シーンもあるんですか。ほとんど幻覚シーンになってくるんです、後半は。ダニーボイルらしいですね。じゃ あ人が通った助けてって言うんだけど、さ、幻覚なわけなんですね。そうなんです、近くを誰かが通りかかった気がするんですけど、幻覚が通りかかるわけないんですよ、誰も。ただこの岩の隙間から空を見ると、空を飛行機がなんかのんびり通ってたりするんで、ものすごく悔しいんですよね。そうね、あ、なんか本当に味噌。もうとうとう水もなくなって、おしっこもなくなって、でどうすると思います。たまたま誰か通りかかるとか、なんかそれこそ飛行機から発見してもらうとかね、いうことしかないですよね。最終的に降ってもしょうがねえもんな。いや、もう一つしかないでしょ、手段は。お、え、腕ですか。切る、これはやっぱり腕を切断するしかないですね。そうでしょ、やだな。自分で、それでそれナイフで切ろうとするんですけど、ナイフは歯が、歯がダメダメダメ、歯が丸くなっちゃってるから、かすり傷もつけられないんですよ。岩削ったんですもんね、一回、うん、それで。そう、うん。で、思いっきり突き刺すんですけども、今度は骨に当たるんですね。うわ、もうダメダメダメ、うん。骨を切ることなんかできないんですよ、こんなナイフじゃ。そうですね。そもそも歯当たりがない、短いし、で。切ることすらできないんだと、物理的に。っていうところで限界まで行くんですけれども、そこで、奇跡みたいなことが起こるんですよ、彼に。ある、うん。それで彼は、ある、ものすごい意志を振るってですね、はい、まず何をするかっていうと、うん、そこまでしか言いませんが、はい、自分の腕をへし折るんですよ。もうこっから先は、もうすごいことになっていきますけども、うん、画面ではほとんど映さないですけれどもね。はい、まあすごいことをして、まあ、彼は生き延びたんですけども、劇場で席を立つ人もいたぐらいのことをね、伝えられてますけど、よっぽどすごいんでしょうね。まあ直接は見せないですけどね、でも何が起こってるか分かりますから、うん、今こう電話越しに聞いてもちょっと想像して、なんかちょっとゾッとしますもんね、これ。だ、画面はもうほとんどその狭い岩の隙間に挟まってる、あの、この絵が続くわけですもんね。だけですね。あと彼のその心の動きってことですか？そうなんですよ。彼が見た心の動きなんですよ、全部。うわ、それで1時間半は長いかも、むしろ。ただね、これがよく映画になったなと思いました。だからこれだけで。動きがないわけですから。そうですよね、1時間半それで。はい、主人公演、プランコ君っていうイケメンなんですけども、はい、彼はこれでまあアカデミー賞候補にはなるだろうって言われてますね。だってほとんどずっと彼しか映ってないですから、画面には。そうですよね。で、なんかアクションがあるわけでもなく。ないんですよ。表情だけ。本当に唇とか乾いてきて、目が落ちくぼんで、あの、その辺は演技じゃなくて、本当に絶食して撮ってますけどね。はい、この、ジェームズ・フランコさんという人は何かこう、もうすでにこう、あの、出世作みたいなものってある方なんですか？あんまりないですけどね。スパイダーマンで、あの悪役やったりね。その程度なんですけどもね。あ、じゃあ今回じゃあ結構大きな注目を集めてるわけなんですね。はい。はい、あのミルクでゲイの可愛い子ちゃんやったりしてましたけど、はい、これでもういきなり行くだろうって言われてますね。これ当たってるんですか？もう公開してますよね。ね。これすごい評判です。これマカデミー賞行くかもしれないって言われてますね。だからこれだけの素材でよく1時間半の映画にしたっていう点で、技術的にすごいものがありますね、やはり。あとやっぱりね、人間はね、やっぱりこういう状態だったら苦しいし、どんどん意識が薄れていくし、まあ死んじゃった方が楽だし、実際その意識失って死にかけていくんですよ。ただ彼がそこで
どうしても生きるんだっていうふうな決意したそのものは何かっていうと、これは映画見てもらうしかないですけれども、うん、自分だけでは生きられないんだっていうのは非常によくわかる映画ですね。やっぱり未来とか、その社会であるとか、自分以外の人たちとのつながりの中で初めて生きるっていうことで、一人だけだったら人間は死んじゃってもいいんだっていうね。だからやっぱり人間は自分以外のことを考えないと生きられないんだっていうところが非常によくわかるですね、感動的な映画でしたね。はい、そうですか。はい、日本でも公開されますよ、127時間。はい、127時間。なんか今ね、ツイッター上では、痛そうだけど、怖そうだけど、でも見てみたいっていうね、反応が多いですけど。うちの神さんは死んでもいないって言ってましたね。はい、ありがとうございました。まあ、結構な衝撃作でしたが、町山さん、今日は127時間ご紹介くださいました。また来週よろしくお願いいたします。はい、どうもでした。映画評論家、町山智博さんでした。